さあ、今回でウィサージュも最終回かな。皆さんこんばんは。今回もね、ウィサージュ続き遊んでいきましょう。さあ、今回で、ラカンのショーも、終わりになるかなっていうところなんですけれども、まずはね、ここの、タンスが動かせますので、動かすと、はい、ここがね、通れるようになりますので、ここを、もうちょっと、押さないとダメか？いや、もう通れるね、ぐらいだったと思うけどね。懐中電灯置いていくわけじゃないよね。それ、持っていくよね、もちろんね。あれ？いや、下暗いよ。見覚えのある、ねえ、またドアですね。さあ、開けると。ああ、もうここで終わりか。あ、終わりかって言っちゃった。ああ、動画時間今回5分ぐらいだな、これ。うん。後ろになんかいたもんね。で、扉は開きませんね。さて、行くところがないんですけど、悲鳴がね、ずっと聞こえてますが。うん。扉は一向に開きません。おっと？目玉があるけどね、鏡だからね、この先には行けないですね。さて、どうしたものか。おや？おや？おや？あれ？今、鏡に近づいただけなんだけどね、何やら、鏡の反対側に来ちゃいましたね。そして、そうなんですよね。ラカンではこの目玉がプログレスアイテムとなります。下に降りれますね。よいしょ。そして、VHS。ラカンのチャプター終了。沈黙。はい、ということで、終わりましたね。そして穴が開いていたはずなんだけど、穴が閉じちゃいましたね。さあ、ということで、無事に、ウィサージ、終了したわけなんですが、実はですね、まあ、これで終わりかってさっき言ったんですけど、これで終わりじゃないんですよ、ウィサージ、実はね。っていうのはどういうことかっていうと、ちょっと暗すぎだな。ライターねえかな。よいしょ。電気。これで終わりではないんですよね。うん。っていうのはまあどういうことなのかっていうと、さっきから入手している、VHS のビデオテープがあると思うんですけど、まあそれをね、見てみますか。それをちょっと見ましょうね。ここで見ることができますので、まず VHS 見ていきましょう。3本かな、入手しているのは今のところ。遊園地の映像だね。うん。
子供たちがね、楽しく、なんか今、どもっちゃった。ね、子供たちが楽しく、ね、なんか、遊園地で遊んでますけど、なんか、ね、わけのわからない映像が紛れ込んでいると思いますが、もうちょっと言いましょうか。おや？これは台所かな？ね。そこの台所の影から見ているような映像ですよね。はい。今ので終わりかな？うん。出しましょう。はい、VHS。で、見終わった VHS はここでしまいますんでね。続いて、これかな？あ、違いますね。タップダンスか。おー、これは、地下だけど、こんな穴開いてたかなっていう、感じですよね。まだ何かがこの家には隠されている。おや、今のはスーパーマーケットみたいな感じですよね。あんなところはね、行ったことないですよね。動画では。どういう場所なんでしょう。うん。戻ってきたかな？うん、戻ってきましたね。じゃあ、これもいいでしょう。続いて、もう一本の、ビデオテープ。これかな。あ、これだね。これはメリーゴーランドかな？さっきのはね、ジェットコースターみたいな感じでしたけど。おっと？なんか逆再生してるような感じだね。崩れた壁が戻ってきてましたけど、どういうことでしょう。地下だね。うん。ずーっとなんか壁が戻ってきているような感じですね。まあ、いいでしょう。繰り返しの映像だったので。はい。で、ビデオテープ見終わったものに関しては、ここにしまうことができます。あと3つ、俺は手に入れていません。そして、気になっているであろう。この、これ。これね。なんか額縁みたいなのがあるんですけれども、謎解きがあります。おや？これは、オメガシンボルのついた鍵。はい。これは、あれですね。今までになかった、ものですね。これ追加されてるな、ウィサージ。ほう。それは、これはあれですね。あ、違うわ。オメガシンボルってあれか。地下のことか。多分、オメガシンボルって、これのことかな。
これ。ああ、そうだわ。ここね。オメガシンボル。ん？これ。ん？オメガシンボルでしょ？これじゃないのか？あ、これじゃねえか。うん。まあ、いいわ。とりあえずね、リサージには隠しのストーリーがあって、で、それをやるためには、額縁を集めないといけないんですよね。額縁を集めないといけないんですよ。で、それのヒントが、VHS に隠されていて、で、その額縁を、はい、レコード。まあ、こんな感じで、いろいろ隠されてるんですよね。まあ、実際にレコードをかけてみると、こんな感じで、はい、こんな感じでね、起きるんですよ。いろいろと、いろいろと起きるんですよ。部屋の構造も変わったな。戻れなくなったね。うん。まあこんな感じで、あ、こっちも行けなくなったか。うん。まあこんな感じでね、いろいろと起こるんですよね。うん。で、行くと、まあ、せっかくなので一個ぐらいやりますか。いや、でもめんどくさいな。めんどくさいし、俺一回やってるからな。うん。まあ、これはね、まあ、いろんなところを調べることによって、その VHS で、まあ、ヒントを得て、そうするとこういう隠しのストーリーを見ることができますので、まあ、ラカンの時に見た、黒い人影が何なのかとか、まあそういうのが出てきたりしますので、まあ気になる方はね、まあリサージ、ね、この先もやってみてはいかがでしょうか。はい。まあね、大好きなガッチさんとかもこの先のストーリーやってるんですけど、まあ俺はあえて、ね、そういうのめんどくさいので俺は一回もう見れば十分かなっていう人なので、まあこれはね、隠しなので、まあね、俺はあえてやらずに、まあ動画を見てくださってる方の、まあなんて言うんだろうね、楽しみというか、うん、実際にやっての、この先のストーリーをね、見てもらえたらいいのかなと思います。ちょっと説明がね、ぐちゃぐちゃかもしれませんけど、はい、ということで、ウィサージュの実況は、これにて最後となります。最後まで見ていただき本当にありがとうございました。もしね、いいなぁと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価、通知のツイッター、インスタなど、そしてコメントもね、お待ちしております。何か面白いね、ゲームとかあれば、コメントで教えていただけたらと思います。皆さんもぜひね、リサーチ面白いので遊んで、この先のストーリーも見てみてください。ということで、また、別の実況でお会いいたしましょう。皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。Thank you.